皆さんこんにちは、タートルです。誰でも簡単にお腹がへっこむ方法を紹介していきます。いろんな腹筋があるんですが、お腹をへこませるために大切なのは実は丹田なんです。この丹田、なかなか聞いたことないかもしれませんが、20年以上実践の空手をやっている私は丹田を常に意識する運動を続けてきました。お腹をへこませるためには骨盤を立てないといけないんですけども、実はお尻を締める感覚と骨盤を立てる感覚って違うんですね。今回は丹田を内股で意識して腹筋を行います。シットアップ、クランチ、レッグレイズ、デッドバグ、この4種目を各20秒2セットやるだけです。カエル足の逆です。内股です。この内股にすることによって丹田に意識ができます。この丹田に意識ができた状態でお腹を使うことによって正しくお腹をへこませる意識ができてきますんで、必ず1個やるだけじゃもったいないです。やるなら全部やってください。疲れたら休んでもいいです。最後まで続けるのが自分への自信、努力、モチベーションにつながってきます。やっていきましょう。普通シットアップは足を閉じる、または少し開く、これで体を動かすんですけども、今回は内股で力を入れた状態で行います。もし難しい人はクッションやペットボトルを挟んでそれを潰す感じで行っていきます。こんな感じです。こうは少し難しいので、ちょっと足開いて内股にします。しっかりももを力入れてください。これで体を起こして20秒キープするだけ。お腹をどんどんへこませます。息止めないように。それではいきます、スタート。とにかく内ももをギューッと力入れると体が起こした状態で止めれます。できるだけ息はふーっと、お腹をどんどんへこませながら足の力抜かないように。よし、 OK。 もう一回です。いきます、挟んで、スタート。試しに足の力を抜いてみてください。体が倒れますよね。力入れると起こせれますよね。これでキープです。内もも力入れて、よーし、あと少し、 OK。 あー、2セット目はね、やっぱり効きますね。今度はクラッチ、これも一緒、ちょっと難しいけど足を離す、内ももを内股にする。この状態で起きてキープ、いきましょう、スタート。これもね、内ももをね、力を入れることによってお腹の奥に力が入ります。しっかりね、体を起こして、辛かったらもも力を入れて、よし、OK。あー、これは先が長い、みんな頑張っていこうね。よっしゃ、いきます、スタート。しっかり内股、こんな感じだよ、こんな感じ、内股効いてきた。もう力入れて、体がね、少し倒れてもいいよ。よいしょ、 OK。 疲れてきた、これで、ね、あと2種目だからね、頑張りましょう。よし、今度レッグレイズ、これも内股、足伸ばして内股はできないんで、ちょっと膝曲げて、ももひっつけて、足はね、こう離して、これで足を動かす、ゆっくりいきましょう。20秒、スタート。とにかくね、内ももを挟んで、腰に隙間できないように。これでね、丹田に力入ったまま行います。はい、 OK。 しゃあ、2回目いきますよ。いきます、スタート。これでね、しっかり腰床つけて、ちょっとね、内股にするの難しければ何か挟んでね、やってください。よーし、 OK。 ラストはデッドバグ、内股作った状態で腰を床につけて、足を上げて万歳、もしくは手は前、これでキープ。ラストいきましょう。それではいきます、起こして、
タート。しっかり内股、もうつま先ハの字にしてもいいです。ももにぐーっと力入れて、しっかりね、体を起こして、腰まれてる感じで、よし、 OK。 あと1回で終わりですからね。しゃー、頑張っていこう。ラストいきます。スタート。これがもうラスト、本当にラストです。頑張って、しっかりね、内股にしたらね、お腹の力入るんで、グオー、みんなあと少しだ、ダーガー。お腹の奥が痛、気持ちよかった。お疲れ様でした。今回ね、全部内股で行うことによって丹田に力が入る、丹田に力が入ることによって骨盤を立てた感覚、お腹をへこませた感覚で腹筋を行ってました。最後まで頑張れた方、グッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。